ダイエットもヘルシー料理も全く私興味ないし、何タンパク質ってふざけてる取る意味あるの？でもね、心のどこかで痩せたい、健康になりたい、腸からのお便りが毎日来なくて困ってる、忙しかったり料理が苦手だったりする方へ向けた栄養士考案ののせるだけレシピ、いかがでしょうか？興味ある方、一緒に作って美味しく楽しみましょう。さあ一緒に豆苗一袋、こちらね、価格が安定していて嬉しいアイテム、大好きです。豆苗ちゃん栄養もたっぷりです。ザクザク横切りしていきましょう。残りは育ててみようって、あんたサボテン枯らしたじゃん。もうダメ。豆苗はしっかり洗って耐熱容器に広げます。ぶっかけ、ここぶっかけポイント。豆苗の栄養は葉酸、骨の形成、エイジング、お年寄りからおじいちゃんおばあちゃんまでおすすめだにこれえのきだけぶっかけていきます。なかったらいらないです。豚バラちゃんを 100g 厚切りを使いました。ここもぶっかけ、ガーリックパウダーもかけていきましょう。お塩を小さじ1、おかず味をぶっかけ。おかずでなくてメインで食べる方は半分くらいがおすすめです。ごま油もぶっかけ、ここは優しく。ラップをしてふんわりセクシー、600W、6分5分お肉の厚さに変えて温めます。いかがでしょうか？これ七味がおすすめです。ピリ辛ちゃん、コチュジャンも合うかな。これね、出来立ていっちゃってください。ボリーミーな感じにしたいよという方は目ん玉焼きを2個乗せちゃってください。大切なことはよく寝てお水を飲んで20回よく噛む。これ意外と噛んでない5回だったりする。プリン先生ダメ。皆さんご視聴ありがとうございました。リリークッキングのプリンがお送りしました。